YouTube 界の一番の学歴級と呼ばれている自称進学校ってどういうとこなのっていう、ここにギャップがあるのが自称進学校、夏休みがない学校といい部分もあるんですよね。これはさすが自称進博士。今回始まりましたモテチャンネル。さあ、今回は翔さんにおいでいただきました。やっぱり YouTube 界の一番の学歴中と呼ばれている。それは違うと思いますけどそんなことないですけどね。まあ動画でやってる企画とかでそういう風に見られちゃうし、まあそれはまあ仕方ないと思うんですよね、はいはい、だからまあそれはもう好きなようにしていただいて。なるほど。そんな小橋さんに聞きたいのがですね、自称進学校ってどういうとこなのっていうんです、ね、はいはいはい、はい、だからまあ、小橋さんは改正ですから進学校です。で僕は自称進学校でもなければ進学校でもないので普通の公立だったので、うん、わかんないんですよ。まあ、行ってわかるはするんですけど、最初僕高校に教えには行くので、ああはい、これいうのが自称進学校なんだろうなっていうのはあるんですけど、どういうとこが自称進学校なんですか。一言で定義するの難しいんですけど、やっぱり生徒に対する束縛度が非常に強い学校。おお、なるほど。と言えると思うんですね。で、その束縛っていうのは、なんか校則が厳しいとか、そういうことではなくて、生徒の時間だったり、進路だったり、そういうところに対する束縛が強いということですね。九州に多いような。うん、多いですね。なんか土地柄なのかわからないんですけど、基本的にその自称進学校っていうのは、その広い括りで言うと、進学校なんですよ。その例えば、自称進学校だけど、就職する子が半分いて、で、大学行く人もなんか4分の1いて、で、短大とか専門行く人も4分の1いる。行くみたいな、その進学多様校という多様性はないんですよ。みんな基本4年生大学に行く、うん、だからある種進学校であるんですよね、うんうん、でただその進学校ではあるものの、そのやっぱ進学実績を高めたりとか、うん、まあ学校からするとその善意の気持ちで生徒さんをもよりこう勉強に集中させるためにやっている行動というのが、まあ、生徒さん側から見るとデメリット大きいよねっていう、そこにギャップがあるのが自称進学校ですよね、うん、なので例えば一番わかりやすいのは課外ですよね、はい、補習ですね、はい、九州とかだと課外って言ったりしますけど、朝課外って、ね、朝集められて授業が行われる、あとは放課後とかの課外だったり、うん、あとは夏休み期間に謎に2週間集まれって言われて授業が行われたりとか、うん、その課外っていうのもなぜか普通の授業の範囲を進めていたり、プラスアルファの演習とかではなく、まあ、そういうものをやらされたりするっていうのが特徴ですね、うん、結構行ったりするんで学校に、うんうん、夏休みがない学校とか初めて見ました。全くないところは多分あまり多くはないと思うんですけど、うん、実質なぜか1週間しかないとか10日しかないみたいなことっていうのは意外とありますよね、うん、と講習になってんですよね、はい、全部。で、あとは自称進学校の特徴として挙げられるのが、その進路に対するその学校側からの圧力が強いってことですね、うん、特にあの地方の学校になると東京とかにも自称進あるんで、うん、東京とかはあんまりその圧力はないんですよ、うん、ただ地方に行くととにかく地元の公立大学に行けっていう圧力が異常に強いですね。例えばよくあるまあ九州の本当にまあベターな例ですよ、うん、東大に行くなら OK なんですよ、うん、受けるなら、うん、ただなんでお前阪大なんて受けるんだと、旧大でいいじゃないかみたいな、別に僕らからしたらいよいよやりたいことに合わせてそれ好きなとこ受けないよって話なんですけど、そういうことじゃないですよ。いや旧大行ったらこんないい人生がみたいなこと先生が言うわけですよ、とか例えばまあ生徒さんによってはいや東京出たいから早稲田とか慶応行きたいですと、うん、何を言ってるんだお前、数学を捨てるのかと、旧大を受けなさいみたいな、いやマーチ受けたいんですよみたいな、西南副大でいいだろうと、うん、そういうのが自称進によくある進学先とか進路に対する圧力ですね、うん、それはやっぱ学校の実績としてなんですか。まあ正直を言って多分ですよ、悪気があることはほぼないです。なんでかっていうと、学校の先生って公立だろうが私立だろうが、まあ言ったら公務員みたいなものじゃないですか、はいはい、だから今年例えば東大何人出した、九大何人出した、北大何人出したで次の年給料が上がるなんてことはほぼないわけですよ。 なんか、まあ、ちょっとねもしかしたらおまけとかあるかもしれないですけど、本当にもうビビったるものですよ。なので別にその生徒をじゃあ九大に入れたからといって威張れるとか、うん、まあ、そういうことってそんなないと思います、うんうん、ただ学校の先生が見えてる世界が狭いんですよ。だから九大に行っとけば確かにみんないい人生歩んでるし、うん、でたまに OB とか OG とかに会ってもみんなね目輝かせて働いてると、うん、じゃあいいじゃんお前もそこでと、視野が単純に狭いかつ熱血で進路をアドバイスするからそういう圧力になっちゃうんだと思いますね。ただ最近はちょっと変わってきてて、お、なるほど、自称進の先生も気づいてる方が非常に増えてて、うちって自称進学校だよなと、お、で正直朝課外もやりたくないし放課後課外もやりたくないし、うん、生徒は好きなとこ受ければよくね、大阪だろうが東京だろうがと、うんうんうん、ただその学校の方針がそうなっちゃってるんで、はあ、致し方なく従ってるってケースはありますね。まあ僕らもねこうね発信してますから、うん、それを見た先生たちあれうちこれじゃねって気づきますから ね、はい、あとそもそもおかしいと思うのは、九州とかで行われてる課外の授業ってボランティアではないんですよ。一応生徒さんのご家庭でなんか積み立て金みたいなのを作って、はいはいはい、ビビたる
お金を払ってるんですよ。それなんかおかしくないですか。でもそれ学校でやってるわけじゃないですか、はい、多分なんかわかんないですけど、なんか労働基準法か何かルールか何かに多分反してそうじゃないですか、はいはいはい、それが例えば予備校の先生みたいにいいお金がもらえてるわけがないじゃないですか、はいはいはい、そうですね、うん、ってことはボランティアみたいなもんなわけですよ、はいはい、かわいそうじゃないですか普通に。確かにこのご時世朝から夜までドブラックでしょみたいな、うん、そういう働き方っていうのもやっぱりその気づく要因の一個になってると思います、ね、そうですね、まあ、うん、働き方改革進んでるんですけど残念ながらもう教員になった方々からは愚痴がたくさん届いてます、うん、まあまあ気づきはしてきてるけど、ね、そうですね。あとは朝課外とかをやめるような学校もだんだん出てきてはいるんですよ、うん、ただじゃあなんでそのなくならないんだって話なんですよね、うん、それはやっぱり必要としてる人がいるからなんですよ。で僕はその誰が一番必要としてるかっていうと保護者だと思ってます。つまり保護者からするといや塾に行かせたらお金かかるじゃんと、うん、学校が授業をやってくれるんだったら見てくれてたら安心ってやつですね。でよくあるじゃないですか、うちにいると遊んでんだか勉強してんだか分かんないけど塾行っといてもらえればなんか安心するみたいな、その心理なんですよ、ね、だから塾で実際じゃあどんなカリキュラムでどんなこと勉強してて本人はどこのねレベルまで理解できててどこが分からないとかそんなことはどうでもよくて、うんうん、とりあえず家にいなくて塾に行ってればまあまあ勉強してるんでしょっていう、その安心感が欲しいのと同じ感覚でその学校に対しての加害を求めちゃってると思うんですよね、ご家庭が。だからやっぱりみんなの善意がそのいいね、あの応援したいとか頑張りたい気持ちがいい感じに噛み合わない方向に行ってるって感じですよね。え、じゃあ逆に進学校はここが違うっていうのはあるんですか。一般的な進学校っていうのは特にルールとかもそんなに厳しくないけれどもそれなりの校則があったりとかして、うん、例えばバイクはダメだよとか、はいはい、例えばバイクの免許取っちゃダメだよとかいろんなものがあったりして、うん、普通に学校も一定の時間、まあ、3時とかそれぐらいに終わってみたいな学校がほとんどだと思うんですけど、うん、ただ進学校と普通の学校の違いってあんまないんですよ、ぶっちゃけ。どこからあるかっていうと、僕が言う言葉なんですけど、超進学校ですね。東大合格者ランキングの本当にこう上位10位とか、そういうところに入ってくる学校はだいぶまたガラッと変わる。だから例えば本当に奈良とか開成とか菊駒とか朝日とか、まあ、そういうところはもう超自由ですから、うん、ルールも合ってないようなもんだったりとか、はいはいはい、動画で皆さんも知ってると思うんで細かくは語らないですけど、うん、そういうのがあるっちゃありますよね、うん、ベテランチみたいなのが生まれてくるまあまあそれはまあまあまあまだああいうね天才が生まれるっていうのはあると思いますよ、うん、自由度が高いでも勉強するんですもんね。そうだからメニューも勝手にやってるんですよ結局、はい、まあ、言ったらだから超頭いい子集めて、うん、なんか放牧しといたら、はい、まあ、勝手に塾とか行って勉強してるやんみたいな、ね、で一応学校としてもそれなりに早いカリキュラムでやっとくぜみたいな、うん、まあ、そんな感じですよね超進学校って。そうなんですね、環境がねもう勉強する雰囲気になってますからね。そうなんですよね。あとだからできない子がいないっていうのはでかいと思います。あ、なるほど。もちろんその勉強サボってて成績悪い子ってのは当然どの学校にもいると思うんですけど、はい、やっぱり根本的にあの中学とんでもない中学入試とか、うん、高校入試の問題解いて一応入ってるんで、うん、根本的に例えばもう数学が本当に分かりませんとか、うん、計算もできませんとかっていう子がいないっていうのがでかいですね。なるほど。確かに成績が悪くてもベテランチとかねやっぱりそこが違うわけですね。違いますね。だから難しいんですよ自称心も。僕らもまあ動画で批判したりするんですけど、うん、いい部分もあるんですよね。おうおう。だからそれこそだから改正とかなどの、ね、子たちってほっといたら、まあ、勉強しない子もいますけど、うん、勝手に手数料会とか行って勉強するわけですよ、はいはい、そうですね、で勉強しない子だって、まあ、しないと言ってもそれまでしてきたんで、うん、それなりのことはできるわけですよ、はいはいはい、ただ自称心ぐらいのレベルになるとほっとくと本当に勉強しないどころか暇を持て余してやさぐれちゃったりするわけですよね、はい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 、だったら学校に缶詰にして宿題大量に出して、うん、もう疲れ果てて夜は帰って寝るだけみたいな風にさせた方が本人も勉強に集中できるし、まあ何もしないよりは絶対いいわけですからね、うん、っていう意味で言うと、だから確かに批判するべきポイントもあるんだけど彼らが果たしている社会的意義もなくはないんですよね。なるほど、はい、難しいと思います。とても、うん、そういうことだったんですね、うん、どうですか皆さんの学校は当てはまりましたか。自称進学校でしたか。本当にね夏休みがないとかっていうのは見てきてはいるので、いやこれはさすが自称進博士。博士ではないですけどね僕より詳しい人いっぱいいると思います、はい、ああやってねその毎日講習とかやって一生懸命学校は予算を消化してるんだよ。あ、言っちゃいけない。僕は何も言ってないです僕は何も言ってないです、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました、はい、Thank you for